はい、どうも皆さんこんにちは。今回はですね、ちょっとお勉強チックなことをしていこうかなと思いますので、ぜひ一緒にね、植物についてちょっともっと知っていきたいよっていう方は、最後までご覧ください。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。それでは勉強していきましょう。ということで、今回はですね、根腐れについてちょっと勉強していこうかなと思います。はい、ここできっと皆さんは根腐れなんて分かってるよ、大体こうやってやったら根腐れするんでしょみたいな方、思ってる方もいるかもしれないんですけれども、まあ私もね、まあ言うてまだ3年ぐらいですよ、植物育て始めて。全然素人の素人なんで、まあ、素人のザレ言だと思って聞いていただけたらなっていう点はちょっと押さえといていただけると助かります。だし、まあ、たかがネットの知識ですので、あまり私の言うことも当てにしすぎてはいけないです。視聴者さんの方はね、詳しい方がたくさんいらっしゃると思うので、まあそういった方にはちょっとあまり参考にならない動画とは思うんですけれども、まあ最近始めたっていう方が結構いらっしゃったりとか、変にこう、まあ、ビビっちゃうっていうか、こういう育て方はちょっとどうなのって思ってる方も、まあ、いらっしゃると思うので、少しでもそういう方に参考になればなと思います。で、まあ、勉強するにあたりまして、専門用語とかは私も全くわからないので本当に素人のための根腐れ勉強会をやっていけたらなと思います。今回はこちらのなんとかタブレット、なんて言うんでしたっけ、これすごいんですよ。こうやって書いてピッてやると消える、私の顔が映ってますねはい、っていうので今回はやっていきたいと思います。ちょっと見にくいですけど、ちょっとご了承ください。根腐れについて今回はやっていきたいなと思います。根腐れって皆さんご存知です？私よくハウルチアなんかで根腐れさせたりしたことあったんですけれど、まあ、最近は結構しにくくなりました。はい、まあまあそもそも何かっていうと、はい、簡単に言うと根っこが酸素を吸えなくて腐ることを根腐れって言います。具体的にどういう風な手順を踏むかというと、まあ、いろんな条件があるとは思うんですけれど、まず最初に根の周りに酸素がなくなる。どういうことかというと、例えば、皆さんプールに入った時にずっと水の中で呼吸できますかっていうと、多分できないと思うんですよ。それは鼻と口が水の中に入ってるからですよね。そうすると体内の酸素がなくなっていきますと、まあ、体内の酸素がなくなる、まあ、水の中で呼吸ができないっていうのは、まあ、私たちはこう水の 上というか地上では普通にこう周りに酸素があるから呼吸できるわけであって、まあ、植物も一緒なんですよね。根っこの周りに酸素があるから呼吸ができるわけですと。じゃあその根の周りに酸素がなくなってしまう、まあ、つまり水浸しっていう状態だったりとか、隙間がないっていう状態の時に酸素がなくなると思うんですよね。ぐちゃっとした溶土になっているとこう酸素が少なくなるわけですよ、根の周りに空間がないからね。でこの酸素がなくなっているっていう状態を嫌気状態っていうらしいです。嫌気の気っていうのは酸素のことらしいです。はい、で嫌気状態になると根の周りに悪い菌が発生するみたいです。でこの悪い菌っていうのが、根っことか、まあ、有機性のものを分解しようとするらしいです。でまあ根っことかが分解されるってことは、まあ、腐るってことなんですよね。でこういうのが発生してしまうと、まあこんな感じで根腐れを起こしてしまうっていう風になるようです。まあ、ざっくり言うとね、こういう状態なので、まあ、解決策としてはここがこれですね。根の周りの酸素がなくならないような環境を作ってあげるのが解決策っていうことがこれからわかります。あんまりだらだら喋ってもしょうがないので、今度解決策の方に行きますね。とはいえ皆さん、うちの環境はそんなことないよっていう人もいるだろうし、いや水やり自体がもう根腐れしそうで怖いっていう人もいると思うんですよね。でどうやったらこう根腐れしないで育てられるかっていうのを考えていけたらなって思います。まあ、先ほども言ったように根腐れっていうのは根の周りに酸素がなくなること、
から発症するわけですよね。なので根っこの周りに酸素を作れる状態にしてあげればいいです。例えば我らが大好き食虫植物、食虫植物の用土ではよく水苔用いられますよね。水苔ってこういう鉢がある中で、まあ人によってはここが発毒石なんかを入れてたりするわけです。でここがなんか水苔みたいな、なんかシューってこんな水苔ってこんな感じじゃないですかちょっとひどいけど、まあ許してください。水苔ってこういう風に、まあ繊維状のものって言ったらいいのかな、繊維ではないけど、まあ紐みたいになってるじゃないですか。でそういうのを束ねて、植え付けるっていうのがあの水苔の特徴だと思うんですけれど、そう考えると水苔っていうのは根の周りにちゃんとこう空気が入るようになってる用土なわけですよね。隙間があるじゃないですか。でギュッて握っても潰れないっていう意味では、水苔ってすごく根腐れしにくい用土なのかなっていうのは一つあるのかなと思います。ただこれがってなってくると話は別で、これだとねちょっとやっぱ根腐れの可能性は出てきちゃうのかなと。ここまで腰水する人も、これ腰水って言わないですよねここまでやる人は多分いないと思うんですけれど、まあ、腰水してここら辺までの腰水だったら、まあ全然問題なく根腐れはしないのかなっては思います。でまあ他にも例えば赤玉土ですよね。赤玉土皆さん使ってます？赤玉土って握ると潰れるじゃないですか。あれだけ簡単に潰れてしまうので、いくら硬質のものを使ってても長年使っているとやっぱり用土が崩れてきてしまいます。でやっぱり用土が崩れてしまうと根の周りに酸素を供給できなくなってしまって、根腐れの可能性が出てきてしまうっていうのが、赤玉土の、まあ、ちょっと使いにくいところかなっては思います。まあ、ただ赤玉土植え替えたての硬質の用土っていうのは、まあ、こんな感じで植え替えたてですよあの粒状の赤玉土っていうのがまあほとんどじゃないですか。でこう硬質の粒状の赤玉土を使うと、最初の頃はこのように空間ができるわけですよ。まあ、暖流構造って言ったりするんですけれど、でこういう隙間に空気だったり、まあ、水の通り道だったりができることによって、根っこもこうスムーズに根を伸ばすことができるし、酸素もちゃんとこう通気が良くなるっていう風な考え方をすることができます。なので無機質で植えてあげると根腐れしにくいっていうのは、有機物が入ってないことはもちろんなんですけれど、こういう風に粒が潰れにくい状態であってこう空気が通りやすいっていうのが無機質のいいところかなっていう感じでございます。まあ、さっき人間に例えましたけど、簡単に言うと人間が呼吸しやすいかなってちょっと想像しながら用土作ってもらうと、これぐらいだったらちょっとふかふかで過ごしやすいかなとか、これはちょっとべちゃべちゃすぎて過ごしにくいかなみたいな感じで考えてもらえると、まあ、割とうまく育てられるんじゃないかなって思います。でここで一つ私もなるほどなって思った部分があって、これはまあ鵜呑みにしないでください。私が一つ一個腹落ちしたなっていうところがあるんですけれど、皆さん食虫植物とかって、これハエトリソウですサラセニアです。あのこういう植物結構いません？我らが食虫植物の中にはどういうことかっていうと、水の中にもどっぷり埋まっちゃってるタイプの植物、こういうやつらはなんで生きていけんのかっていうと、まず自然界の水っていうのは基本的に動いてますと。風でこうぐるぐる回ってたりだとか、地下水とかあるのかな、川の近くとかで水が基本的に動いてるので、酸素が充実した水が流れている。だからこの人たちは根腐れしないんですよ。これをお家で再現しようとするならば、まあ屋外でこうホースとか、まあポンプなんかを使って水に動きをつけてあげることで、こう酸素、まあ、エアレーションみたいな感じですよね。酸素が多い水が含まれているので根が呼吸できて根腐れしませんよっていうことになります。なのでもうどっぷり水につけたいのであれば、水はしっかり動かすっていうのがまず一つで、まあそれともう一つね、水耕栽培って皆さん知ってます？まあ、例えばこうハオルチアがあるじゃないですか。でここが水で、まあ、サボテンでもいいです。こんな状態で育てている方が結構いらっしゃるらしいですよ。
インスタとか見てるとね、これ水耕栽培って言ったりするんですけれど、これでも意外と枯れない子たちがいるわけですよ。これが結構不思議だなと思ってて、全然水動かす気もないし、なんでこれで枯れないのかなって思ったら、まあ一つは水を適度に交換するっていうのは絶対大事ですよね。こんなのを1ヶ月2ヶ月同じ水でやってたら絶対腐るとは思うんですけれど、でもう一つはね、この部分が意外と大事なのかなって調べてて思いました。根の一部が地上に出てると、まあ、そこからは酸素が取り入れられますと。だからまあちょっとびちゃびちゃな用土でも若干根元ら辺にこう空気の入る場所、地上部にこう根っこが少しでも露出してると、まあ、そこから酸素吸収できんじゃないみたいなことを記事にしてる方がいました。で、まあ、これは私はまあありなんじゃないかなって思ったわけですよ。で、何でありなのかなって思ったかっていうと、はい、こちらが我が家のダーリングトニア、水槽なのかテラリウムなのかちょっと分かんないんですけれど、はい、これダーリングトニアの、育てているケージになるんですけれど、分かりますか？ご覧の通りここら辺水です。もうずっとある一定の高さまで水をこうずっと張ってる状態なんですけれど、根腐れしておりません、まあ、ダーリングトニアが水に強い根っこっていうのもあるのかもしれないんですけれど、根腐れしておりません。で、まあ理由としては分からんですけれど、なるべく頻繁的にね新しい水を入れるようにはしてるんですけれど、若干ね根っこがピョンって出てるんですよ。でこれが理由でこう生きてるのか分かんないんですけれども、まあ、地上部がまずねこんな風に開けていて、上からこう空気が一応入る状態にはなってるっていうので、まあ、多少はそれで根腐れ防げるのかなっていうのは一個あるなと感じました。こうやっぱりこういう狭い空間での鉢の中っていうのはどうしても酸素に触れる面積が少ないので、やっぱり根腐れはしちゃいがちなんでしょうね、きっと。だこういうモンステラだったらこういう気根とかでこっからも酸素吸収できたりするんですかね、まあ、ちょっとようわからんですけれど、そこら辺は、はい、っていう考え方もあったりします。ということで、根腐れを防ぐためには根っこがちょっと露出してる、ないしはこう酸素に触れる面積を広くしてあげるっていうことをしてあげると意外とびちゃびちゃでもなんとかなるんじゃないっていうのが私の結論になります。ということで簡単にまとめると、根腐れをする原因は根っこの周りに酸素がなくなってしまうことで、根腐れを防止するためには根っこの周りに酸素を作るために用土に通気性を持たせてあげる、ぐちゃぐちゃな用土じゃなくてこう隙間の多いような、あんまり多くてもあれですけれどね、しっかり植えても隙間ができるような用土にしてあげる、まあ、例えば無機質な用土だったり水苔もギュッて詰めてもちゃんと通気性がいい用土を使ってあげる。でびちゃびちゃにする場合でもなるべく酸素に触れる面積を広くしてあげたりするともしかしたら根腐れしなくなるかもっていうのを、今回は、一緒に勉強してまいりました。私もねネットのたかがネットの知識ですので、真っ当なご意見を言われてしまうとあすいませんでしたってなっちゃうんですけれど、まあ、少しでもね初心者の方だったり根腐れについてようわからんって人に、参考になればなと思います。ということで今回の動画は以上になります。まあこれからちょっとこんな風に私もね知りたいことたくさんあるので、私のアウトプットの場としてねちょっと皆さんよかったらご覧いただけたらなと思います。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。